ビデオとか見てる時もそんな感じなんですか。単純に興奮せずに自分が中にいたなんて確かにそれかもしれない。興奮してる方や。いや、あのガットさんのね、最新情報が書いてあるみたいで、今ね、生活拠点が海外と。あ、そうか。そうなんですか。どちらにお住まいなんですか。拠点がクアラルンプールとフィリピン。